さあ、ね、今もね、こうしてこれ、糸井重里さんがね、はあ、差し入れてくれはったんですけども。自分で焼いたのかな。いや、自分で、タンとか焼きはれそうな人かじゃないですか。焼かへんねん。いや、糸井さんはやっメーカーあるし、そんなおかしい、そんな会話なのおかしいね、頭から。うん、いや、焼くのずっと遅いから今日待ってはったんかな、思って出来上がるまでは。糸井さんに呼ばれて、パン焼くの、さんまちゃん待っててって。大変ですよ。俺パン持ってくるために、糸井さんに会ってきたわけじゃないの。あ、対談してたんですか。対談。うん、そうか、それか。うん、で、まあね、こう言ってくれはったわけです。はい。だからね、その糸井新聞かなんか言ってね、ショートスリーパー、要するに寝ないで生きてきた男をテーマに、喋るらしい、喋ってるんですけども。はいはい、今日喋ってきたんですか？そう喋ってきたの、そういう、はい、いろいろ、はい、人生をね。はい、だから、糸井さんなんか、アカシアテレビ見てるみたいだからね。いろいろ細かいとこは好きなのよ、あの人はね。だからそれをね、ずっと喋ってて、もうあっという間に時間が過ぎてしもてね。はい、だからどういうわけで寝ないのかとか、うん、っていうことを改めて自分でも考えさせられて。考えたんや。考えることあるんや。久々に。あ、そうか。ただ俺は別に普通生活や思て、はい、生活してるだけですけども。はい、とにかく、あ、そうかって、もうやっぱ忙しすぎたんですよね、庄司らが、暇な頃ね、うん、20代、要するにこいつは仕事なんかないですから、うん、とにかくこいつらは寝れるわけですよ、俺がいない間は。寝られへんよ、逆に今。なんでや。怖いもん。寝ると怖いね。ほんまに。お前ら若い時、20代の頃なんて、はい、俺が東京行ったり、いろいろ働いたらお前ら寝てたわけやろ、あれ、考えて。いや、寝てはないですよ。お前何してたあの時。もうだから朝からもうその辺飛び跳ねて。なんか落ちてへんかな思って。トッさん呼んだり、ジミー呼んだり、オペさん呼んだり。知り合いのパチンコ屋とか玉もらったり。もうすること山ほどあったからね。忙しかったね、うん。考えたら俺そうやなと思って、お前らのせいでこんな体になったんやなと思って。それはないわ。それはないわ。いや、考えたらそうやって、俺大阪が週末から帰ってて、はい、お前らが麻雀だ、やれ、ね、野球だ、っていう話になって。いや、なってってから、それはさんまさんがやりだしたことですよ。だからどうってディスコとか行ったりしたやんか、あの頃な、なんか。はい、だからそういう生活が今になって振り返ると、その癖が治らないまま人生生きてきた感じがするわけですよ、私は。うん、お前らの美味しいもの食べさせてあげたいとか思って、はい、ね、お前らは新幹線の駅前でそのなんか餌を待つ、ね、ひな鳥のようにはね、新幹線の改札口でみんなこっち俺を見てやね。こっちですよお母さんみたいな。いやでも逆に言うたらこの人よ餌やりに来るおっさんやなと思ったけどね。こんなに餌食べさされてるみたいな。そうなんだ。そう逆俺から見たらね、どれだけ飯食わさすぎやねんって。格好の巣の上でだこれ、違う親に育てられる格好の巣の上で、いやでも沢田が帰ってくるのが楽しみやしね、ご飯食べさせてもらうし、まあましてや美味しいもんね、僕らではもう食べに行けない、やっぱり焼肉屋さんとか中華屋さんとかどこ行ってね、まあ、もちろんこちらは儲かってないし、うん、収入もそんな本当にないからね、うん、で俺だけその時儲けてたわけですから、うん、それはええねんけども、そこ行って麻雀いやねするわけでしょ、はい、ご飯食べた後、はい、麻雀して草野球して、うん、な仕事して、うん、夜中ヤングタウンラジオやって。帰り、なんかそうそう江坂の喫茶店とか。あ、やったか忘れたなぁ。あそこの人がおって、この間、たまたまおって、覚えてますかって、誰でしたっけって、昔、ヤンタン終わって、さんまさんだか、しょうゆさんだと、いつもおくれさんだとか、そうそう、寄ってくれてたの、緑のね、建物の。うん、そうそうそう、なんか、チャーハンとかなん。あれ、おー、なんやらピラフや、おー、わかったな。なんかね。うん、いつも食べてんすね。食べても、ってたって。あったあった。あったでしょ僕、あ、それ、寄ってたわ、思って考えたら。そうや、まあ、一周やったわ、たとえ、人が多くなりすぎてやめたんですよ、あれ。うん。うん、もう、夜中なのに満杯なんだ。俺らがラジオで言うてるから。あー。で、さまざま来るのも、分かってしまったからね。うん。
っぱいになって、でもう一回一回コンサート会場みたいになってもうやめたいなあれな。喫茶店行って夜中喋ろうと思ってる店が、いらんことに俺がまた、あれ、つまんこの店でな、正直とかいう話をしてしまったせいで。また声でかいし。マジで、周りの人はお客さんやのに、また違うお客さんという、お客さんにもこう聞こえないと悪いに違うかなという感じで、さんまさん喋りはるから。それでやっぱ噂読んで、やっぱみんな来るようになったわけ。はい。うん。ほいで、いっぱいになってそこをやめて、はい、そっからまた部屋に帰ってね、麻雀でミスタードーナツ食べようかとか、はい、牛丼、牛丼、ジミー牛丼こってこい。もう流行語みたいに言ってましたね。ジミー牛丼こってこい言うて。はい。ドーナツとね。そうそうそう。俺がドーナツ好きでね。はい。夜中よう食べたらドーナツ。はい。で、電気止められたりしても、懐中電灯照らしながら、麻雀やったり、アホみたいに。止められたり。で、たまに、まあ、さんまさんなんか、ちょっと、また牛丼タイム行こうか、とか言って、うん。で、まあ、ほんなジミーほんな一緒に行こうか、ってから、行ってから。ほんで、波をな、はい、注文する前に、もう先来るねん。ブワーって今やから言えるけど、もう腹減ってるから。ほんで帰りは持ち帰りをちゃんと自分らの持って帰んねんで。もうそこで先いっぱい食うてんねん、二人で。食べちゃうんだ。そう。で、口の中きれいにお前お茶でゆすいどけよってバレるから、あいつ。バレたら言うよって、お前ほんまどつかれるで、言われながら。帰って、普通に腹パンパンや。うん、楽しかったよ。だから朝まで麻雀してね、寝てないもん。それは寝ないもん、野球やってんからな、あれ。すごい、元気。それさまざま、まあ、収録やったり、で、その後、新大阪、僕らが、送りに行って。そうやな、おいで俺は東京仕事で。行ってくるわ、って。まあ、本当に考えたら寝てなかったもんな。はい、すごい。それでまた特集を組んでくれはるぐらいインタビューを受け入れになったんですけどね。頃からやと思って。よかったです。それがあってから今日やっとその。今日やっと取材を受けられる。はい。やった寝ない男かっこいいじゃないですか。かっこいい。本当に。まあ、これの生活で、病気してないのは、要するになんか、社会不適合者として、パタンと死ぬらしいんですけども、今日糸井さんが調べてくれはった結果は、DNA もあって、3時間しか寝ないで生活ずっとできる人は、大丈夫らしい。できると。で、俺のことを、ね、調べてくれはったみたいです。健康状態。うんうん、健康状態、調べてくれたから本人言ってないじゃないですか。そんな本人、ちゃんとそんな CT スキャンからそんな DNA どこか入ってるなら、俺も調べてくれないって。そういう人がいて、さんまさんみたいな性格の人がいても、あ、それは別に大丈夫ですと。いうことで、今一安心してるんですけど。一安心って、病院行きましょうよ、一緒に。じゃあ、いや、人間とか、いや、人間とか入って調べてもらった方が絶対よし。お前ね、人間とか入って調べてもらうのやけども、うん、お前も絶対なんか変になってるからだ。なってる。そやろ？もうあんたらの水風呂からもう、すっごいおかしになってるもん。俺のせいにすんなの。水風呂。でも本人聞いたら、いや、あんなやったことないんや、とからやな。出まかせでやな。水風呂も。出まかせじゃ、普通の。誰、糸井さんが言うてはったんですか？何でも糸井さん、正解じゃない。それはちゃんとちょっと、温度、はい、あったわ。お前は真水に入ったからや。言うたやん、冷たい。いや、表現上真水言うけど、真水ちゃうねん、あれは。嘘、おて震えて、冷たい、寒い思ったら出てやな、おてタオルで拭いて。それはもういけるけど、お前は長いこと入ったやん、その冷たいところに。いや、だから、冷えて寒いって言うまで入っとけって言うてました。言ってへん、そんなの。言ったわ言ったみたいです。言ったわ。どっちが本当なんだろう。いや、こいつは嘘言ってるんですけどね。嘘言ってへんって。いや、もうあまりにもね、そんなね、冷たいの我慢するんだけど、まあ、確かに気持ちよかったんです、あの頃はね。うん、入って、うん、あれすんのとね。ほんで、こいつはまあ、菌が入ってしまったから、風邪ひいて、その時にね。あ、うん、風邪ひいちゃった。ほんで、今、へそから菌入ったやろ、なんか。はい。うん。へそから菌入って、うん、で、ここになんかこう、硬いんですけどね、今も。で、そのへそが、はいや、もうこう、へそのところから切られて、ここ、固まってるんですよ、今。抗生物質飲んで。うん。ちょっと触ってみて、ここ。いや、ちょっと。いや、いや、んて。種か。俺の種か。いや、んて。いや、んて。触ってちょうだい。触ってちょうだい。お願いだから。
相当しいみたいですあ、奥さん、何でお前、本番中の男の50過ぎたおっさんのへそ触って、ほー言わなあかんねん。え、でも何があるんですか？なんで固くなっちゃうの？だから、固まってる、両面とか、固まってる、ね。物質飲んでるぐらいやから。ここ。これ。あ、ほんまや、ほんまや。ここほら。これ。ほんまや、ほんまや。なんか、おできもん、できてる。で、昨日、先生に、うん。山本先生っていう人にちょっと見てもらったんですよ。うん。調べてもらったら、これも切って取った方がいいよ。嘘、ほんと。切ってそんなバサッと切るわけない。ちょっと切ってピョッと出すだけやからな。手術。いや、手術じゃない、切んねん。まあ、手術。手術な。手術。そんな大事なもんじゃんわ。でも手術です。できもん切るだけや。大きいから、これ。今、途中ぐらいある。メバチゴもピョッとやったら、もうしまえよ。あれも切るねん。あれも、メバチゴとか。痛い。勇気いります。え？何が勇気いねん。いやでもね、いや一回言っとった方が本当にいいですから、うん、人間ドック。いやこれでもな、しんすけからメール来てね、はい、人間ドック今から行くねん言うて、はい、なんかあいつはもうビビりやから、うん、ひょっとしたらもうがんかもしれへんねん、3万とかかけてから、風やほういてメール、はい、送ったんですけどね、はい、病気に対するね、怖がり方。あれがまあ、体はもともとそんな強くないんで。確かに大きな手術してますからね。そうそう、一度。はい、そうそう、あいつ手術かわいそうやったんですけど、笑うんですけど、今やから、はい。お医者さんが手術した後、ハサミ、お腹に置きますね。嘘。でもう一回開いたんですか？そうや。嘘。これ絶対言うたからね。これ言ってないですか、もう。病院とかの名前は、はい、そうですね。そういうことを言ってましたからね。そんな身近にあるんだ。そう、大きな手術やってるから、あいつがもう体、だからあいつの方が長生きすると思うんですけどね、あんだけ体いたわって、すぐ病院行くから。体してましたよ、この間。見て、ね、筋トレやってんねん、言うて。あ、そう。本当に。で、この肩のところからもすごい筋。そうなんですか。うん。何しまらこんなに筋肉つけてもいらぬちゃいまっか、言うて。うんうん。筋肉つけてもな。すごい体にしてましたよ。いや、ごっついか、まあまあ、所さんとかもね、体作ってあるけども、はい、あんまり体作るとね、笑いが半減しますからね。はい、やめとこう。俺も半減してる。こら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 だから、安倍浩二にね、はい、お前大きいしがっちりしてるからな、損やよなって言ったら、ダイエットしとったわ、この昨日おったら。はい、うん。いや、ごっついから出しとったよ、ずっこけも似合わないし、うん、笑いは弱いとか攻めていかなあかんから、うん、たくましいと笑いが半減するんですよ。うん、そうなんですか。俺も違うんですけど、うん、おそらくそうですよ。全然違うんですよ。うん。不健康状態に見える方が得するんですよね。太っていたりとか、ひょろひょろとしていたりとか、弱々しかったりとか、笑いはそういうところですから。あなた、アンドレア・ジャンやってて面白なかったもんな。そんなに。MBS! ヤングタウン高橋さんもね、マジか。大丈夫ですか？大人娘の高橋愛と、杉さんやめて。全略のコーナーイエイというわけでこちら、イズミールからいただきました。レンネカトミさん、こんばんは。こんばんは。先日親方が自分のラジオで、はい、今夜もウサちゃんピースっていう、はい、ここにタイトルがあります。ありがとうございます。なめたタイトルですね。今夜もおさちゃんピーつって。はい、かわいい。気分悪いと絶対聞きたくないタイトルやね。今日気分悪いと。気分悪い時こそ聞いて癒されてほしいです。今夜もおさちゃんピーつって。かわいいじゃないですか。かわいいじゃないですか。そうか。リスナー何言ってんねんとかって書けへん。大丈夫。来ないです。今夜もおさちゃんピーつって。コンプレックスありますかというリスナーからの質問に、うん、顔が毎週変わることです。いつも、むくんじゃって、そこでさんまさんに怒られるんですと言ってました。うん、さんまさん怒ってるわけではないですよねってことですけど、うん。怒ってるわけじゃないですね。これは決して、はい、マネージャーからは怒られるかわかりませんけども、はい、今はその時期的にね、はい、まだ8歳でしょ？はい、18です。18歳の時はもう行ったり来たりしますから、横に広がったり、上に伸びたり。うん、上に伸びることもあるんですか？だから太って背が伸びるっていう繰り返しですからね。だから太るん
ですよ。簡単に。で、また、多分親方あれやろ、そう、体質がそうやねんろ。そうです、すぐつきます。本当に目立つもんね。はい。びっくりするときはでも、なんか顔ね、見てたら、はい、お母さんがそうなのか。お母さんはやってはんのか。お母さんは普通ぐらいですね。はい。おばあちゃんはぽちゃっとしてる。あ、お父さんの方のおばあちゃんはちょっとぽっちゃり。ああ、そっちだ、そっちだ。はい。そうなるんですが、だから結婚して子供もとは、ひょっとしたら太るかもわからんわ、道しげ。そういう、まあ DNA やから仕方ないわけですからね。確かにもう、むくれてんのか太ってんのか、今日はまあちょっと安定してるよな、顔な。本当ですか？今日寝たんちゃう？そう、そう、なんか金曜、さんまさんに会う前の日はあんまり食べないようにしてます。ああ、偉い。怖いんですもん。なんて言われるか。終わったらすぐもう、ガバガバ食べてる。いや、もう親方って言われてるんだから、もう手遅れやんか、もう。な昨日はちょっと少量にしました、晩ご飯を。晩ご飯を。だから食べたらいい、また、育ち盛りやから。はい。だから食べた方がええねん、別に。あまり無理するとね、よくない。ダイエット、無理なダイエットはやめた方がいいですよ。一日だけなんで。あ、金曜日、木曜日でやるだけ、ちょっと少量にするんだ。セーブしてます。ほんで夜中飲まないんだ、水分を。含んでたらあかんから。そうです。ほんで普段は結構食べてんの。普段食べます。街歩いとったら気がつかないよね、普段の。そうですね。一週間に今日が一番調子いいです。わお。わお。そうそう、本当に道しげ、ほんまに日によって顔違うから。本当ですか？違う違う違う。いつも見てるから分からへんねんて。そうそうそう。この子は顔変わる子。はい。だから恋したり、なんかそのすぐ顔に出るタイプやからね。バレちゃう。バレちゃうバレちゃう。ちょっとしたこともすぐ顔に出たり、態度に出たりしますからね。そうそうそう。気に食わないとね、18歳の小娘が52歳のお子さんに対して、鉛筆投げつけましたからね。鉛筆投げたら、チェー言うたり。チェー言うたりね。これはちょっと怖いところですね。まあ芸能人は大体ね、怖いですから。気が強くなければ、入らないですからね、こんな商売。だから、道行きも、はいはいとか言ってるけど、気が強いのは認めますよ、それ。ありがとうございます。いや、構えん、構えん。もう、男の人と二人気になったりすると、ちょっと怖いんだろうね、君も。上から物言いそうですもんね。そうやな。自分の思う通りいかないと腹が立つタイプなんでしょうね。もちろんです。わがままと思います、自分。そうやろ。かなぁ。わがままやと、この子。嘘。絶対わがままよ。だって今の。仕事上先輩やからやな。高橋の前では。それは遠慮してるよ、山ほど。だから気に食わんことあると陰で悪口言うとると思うよ。絶対。そんな、それはないです。こっそり部屋行ってみ、なんか悪いこと書かれてんの、絶対壁に。壁にですか？そうして後輩はやってられへんからね、そんなの。高橋のバカ野郎とかいうようなことは最低は書いてるはずですよ。CD のあるやんか、表の。あんななんか落書きされてんで。ひげかかれたり。家に置いてるやつは。エピソード部屋行って見てみこいつ。わかりました。来ないでください。うちのラジオネーム、ヘチンマーのお金いただきました。はい。全然かさん、こんばんは。こんばんは。歌番にモー娘が出演し、メンバー全員参加のクイズコーナー。歌番もクイズコーナーやっとんの。はい。クイズ当たったらみんな好きやな、クイズ。同時に投げた2つのサイコロの目の合計が7になる確率を求めなさいという数字の問題では、うん、答えの6分の1なのですが、愛ちゃんは6分の 1×6 分の1という計算式から、36分の1という答え。親方は 6×2 イコール12、12×2 イコール24、24÷3 でイコール4で 4% とわけのわからない答えを、導き出しました。うん、ちなみに24÷3は8ですと。3×24。そうですね。うん。あんた4って書いてあるしね。答えは 8% です。これ何なのこれね。わかんない。なんかサイコロが2つあって。あ、7になる。合計が7になる確率を求めなさいか。そうです。8% ってことで。次に中井さんから、知ってる四文字熟語と聞かれ、愛ちゃんは、四面楚歌と親方は左右対称と答えて、そしてこの2つのものを同時に得るという意味の、四文字熟語を口に、漢字を入れて完成させなさい。括弧に、漢字を、入れて完成させなさいっていう問題に愛ちゃんは、1、括弧、両、括弧やね。そうです。漢字入れて完成させなさいという問題に愛ちゃんは、一刀両断を、一刀、
一等っていうのは当たりやね。はい。等しい。に書いたわけや。漢字を間違え、はい。親方の場合はあまりにも、これは見にくかったのですが、オンエアはされませんでした。むごかったのか、オンエアされませんでした。ちなみに答えは何でしたか、一回両者でしたっけ何でしたっけ答え、正解。俺は言って、答えは一挙両得っていう。一挙両得、一挙両得なのか、一挙両得なのか、一挙両得、一挙両得、覚えてない。さんまさん、庄司さん、前々からボケるとおっしゃっていますが、こんなん本当にいいのでしょうかっていう、ことですけども、もうちゃんとしたボケなあかんやないか。高橋、お前何中途半端なボケとんねん。これお前中途半端って絶対合ってると思ったんですよ。絶対合ってると思ったんですよ。だからお前、これだったら12両は得とか書けよ、お前。江戸時代。こんな1、数字の1ね、カッコで、量、カッコやから。なあ。難しすぎたんですよ、問題が。なんでやねん、これ。それでやろ、ここで勉強してねえから、いろいろと。そうなんですよね。人の名前にするとかやな。はい。いろいろあるやろ、これ。なあ。難しかったです。ああ、一刀両断は分かったわけだ、一応。一刀両断は、はい。でも一刀が等しいになるわけだ。あ、漢字が違ったんだ。漢字が違ったの、これ。でも答えが、間違ってますけどね、もちろん。一刀両断。使わないですよね、普通。使わない、使わない。はい。でも四文字熟語とかは今ね、なんかこういうの流行ってるみたいで、そのスダンヌだやれや木下さんだが四文字熟語を凝ってるんですよね。ああ、言ってますね。見事にね、二人が同時期にあのこと言い出してね。でもやっぱりもう浅田美代子さんにはかなわないのも分かったんです。今言ってたのもう四文字熟語言うねんからね。熟語今流行ってるよね、四文字熟語。やばい。その四文字熟語すらもう、這い出さなかった、浅田がね、勝利。もうやっぱり、すごい。向かうところ的なし。ないですね。いや、四文字熟語は、ってから俺、見たいしこと答えて。何言ってんのって言って。これ、小泉京子って五文字じゃんとか、わかんないわからん。四文字熟語。最高。もうね、四文字熟語に凝ってんのって言わせないもんね。それ、もう一つ前やからね、あの人の場合。ねえねえ、四文字熟語ってさ、って。最高。熟女。もう、俺もね、みんな、みんな、もう叶わないと。今の若手のボケだ、面白いだと言うてる人が、もう、まあ、この人には叶わないのは、四文字熟女で分かった。だって、四文字熟語に勝ってるんですよとかね、スダンなんか四文字熟語にもハマってましたよとか言うけど、でね、四文字熟女ってさ、って、叶わないの分かったの、これで。叶わないよ。小泉今日も五文字熟女やねん。すごい。見たよしも正解を言わしてしまった。正解とかすごい。なんでもやん。でも言ってましたよ、笑ってたらね、でね、このコーナーできるじゃん、このコーナーだから、だったら四文字熟女ってすぐ終わりますって。四文字のね、女優さん言うたらいいだけやから、重いことなんでもないですけど。そう、そうね。そうね。まあ、構成作家向きじゃないですよね。いろんなこと発言してやるけど。もうすごいと、みんなも言ったんですよ。今、バカキャラだとか天然キャラとか言うときは、美代子さんにわからないですよね。嫌だ、私。そんなんじゃないとか、あの人はやっぱ否定し合うからね。あれがやっぱり違うところですよ、メンバーと。器の。本当の面白さの分かってる人と分かってない人とか、ねえ、バカです、怒るからね、やっぱあれがやっぱり本当に面白いよね。嫌だとか言うからね、天然やからとか言って、何言ってんだとか言って、スカタン言いますからね。四文字熟女はびっくりしますからね。びっくり。こちらラジオネーム、品川区の焼きプリンからいただきました。はい、はい。全力やんだ皆さん、こんばんは。こんばんは。先日開演前の某遊園地のドラマのロケをされていたさんまさんを見かけました。早朝にもかかわらず500人を超える人が集まっておりました。でも残念ながら、このギャラリーがさんまさんを見るために集まったのではなく、この遊園地で開催される、獣犬戦隊、激レンジャーショーの、
当日チケットを、取るために並んでいる人たちだったのです。戦隊ヒーローの実物だけではなくお笑い界のスーパーヒーローに思わず会えてとてもラッキーでした。玉田翔さん、愛ちゃん、お絵かきにとって子供の頃に憧れたスーパーヒーローとヒロインといえば誰ですかということですけど、すごいのよ。もう、はい、その何ていうのこの銃剣戦隊激レンジャー、激レンジャーあなるんで、へえ、大陰キャだ、大陰キャだ、イケメン、そうなんですよね。お母さんたちが、お母さんたちが子供連れて自分も楽しめるっていうね。キャリキャリいるんだ。確かにあの男たち人気あるもんね。なんかそうらしいね。それを見に集まってるの中にはそのオタクみたいおっちゃんたちみたいな塊とか、あ、女の子も激レンジャーが、いやいや、激レンジャーが好きやで、その見るために。だからまあヒーローもガンダムが好きだやれないやつ、そういうの研究仮面ライダーが好きっていう、なるほど、おっちゃん連中いるわけです。おっちゃんでもまあまあ30、40の、それぐらいのおっさんの塊とかわっきわからんメンバーでしたね、ここ見てたら。へぇー、幅広いんだっていう、うん。昔はでも肉体的にこうなんかガッチリしたような人らがこう変身して、うん、そうですよね。うん、でも今可愛いと本当に綺麗な人が ね、 ね、やるから、うん、うん。なんかこう、俺ら的にはやっぱりね、そういうちょっとガチした方の方が、なんか昔はそういうふうな、ずっと見てたから。我、ま、々、あ、は藤岡弘さんですからね、仮面ライダーにしてもね。ね、だから子供の頃のヒーローっていうのは。子供の頃。子供の頃じゃ高橋だと俺らって全然違うからね。俺らもスーパーマンだ、ナショナルキッドだ。ねえ。鉄腕。アトムだ。鉄腕28号だ。うん。そのクラスですからね。男の子と女の子でも違いますか、ね、そうですよね。そやね。うん、俺らも少女、君ヒロインは誰だったの君の。やっぱりセーラームーン。あ、セーラームーン世代か、お前ら。そうですね。俺らもハリマ王やった。ほんまに。ガンハリマ王。ハリマ王。お前の顔面ハリマ王って、こっち声で喋ってたわ。ハリマ王、歌があるんですよ。ハリマ王の。うん、頭を張りまおういう替え歌でみんな起こしたんで、私の時はこちら顔面やったんで、私は頭を張りまおうと、張りまおう、張りまおう、大した、本当にチャッチーヒーローもんでしたね、私は。月光仮面。あ、忍、うん、月光仮面もあったね。月光仮面ね、少年ジェットね。はい。ナショナルキッドなんてあれですからね、ナショナルの一社提供の番組ですから、ナショナルキッドですからね。とんでもない、今で言うと、要するに、ね、丸宮のふりかけは、提供だとすると、丸宮マンとか、うん、そういうことで、ナショナル提供でた。ナショナル、ナショナルでしたからね。ナショナルキッドいうやつでしたから。昔のか考えたら、でもアニメたくさんありましたよね。いっぱいあったと、ありましたね。ソランとか、マグマ大使とか。マグマ大使もあったなぁ。ソラン、ソラン、ソラン言ってな、そうだったわ。考えたらそうですよね。マグマ大使なんかもから、会場を戦う下をポン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 押したら、上の人形は動くいう人形がどれだけ手に入れて欲しかったかね。今なんてもうあんな映像でザー動いてくれたり逃げてくれたりするけども、あんなことでよう楽しんでたなと思う。ようなのが流行りましたね、マグマ大使、そうですね、あと俺は突撃マッキーバーが好きでしたよね、みんなは知らないけど、ダメなあの少年の兵隊さんの、じゃ俺はもうジャジャグマ億万長者とかね、俺はまあ何年か前に、リニューアルして映画にしましたけどね、ジャジャグマ億万長者、あ、知らんか、それすら知らないのか、赤影とか知らない、聞いたことないね。月光仮面はわかります。赤影。月光仮面なんで知ってるの？月光仮面はなんでわかんの？名前だけ聞いたこと。あ、赤影わからへんのか。わかんないですね。トンマ天狗は？トントントンマの天狗さんっていうの。知らんか。あれもオロナインの一社提供、せーはオロナイン、なは何個っていう。思いますね。すごい歌やなと思って。考えたらすごいな。思いっきり宣伝ですよね。で、提供が多かったんですね。うん、一社提供多かったです、昔は。一社提供がもう異常なほど多かったですね。お前もセーラームーンか。セーラームーンですね。あとは？あとは、もうキューティーハニーとかも、うん、見てましたけど。キューティーハニーはそれ再放送やろ？再放送だと思います。今またガンダムやってんだよね。なあ、ガンダムやってんだよね。またガンダム、ガンダムやってんな、世間。あ、新シリーズみたいな。すごいよな、ガンダムって。俺たちも下世代なんですけども。あ、そうなん
またもう一つ下が今ガンダムって言ってますよね。すごい。うん、あとお前らあれかトトロの時代か、あの、あ宮崎アニメの世代やな。そうですね。で、うちの娘と一緒ぐらいか、そうですね、うん。宮崎アニメがうわーなって、はい、すごい見てました。ちっちゃい時見てたやろ。見てました。トロビートばっかり何回も同じの。同じの何回も。でよ、飽きずに。今の女の子はカリキュラー5かなんかやな。なんか、あの、プリキュア？あ、プリキュア5。プリキュア5。映画やねんな。いや、ポッカンでしたよ。ね、わかんなかった。あ、プリキュア5。プリキュアです。プリキュア5って。プリキュア5じゃん、お前。色映画。あ、そうなんですか。R15 や。プリキュアです。プリキュア。かわいいプリキュア。プリキュア、5どれが流行ってんの？そうですね。ちっちゃい幼稚園から。変身するから。変身して、また同じようなもんですよ、あの剣でもね、台とかついたり、そう戦ったりとか、あれと一緒か、もうセーラームーンと、そうですね、はい、セーラームーンが始まった、またそれがまたよう売れてるらしいんですよ、かわいいね、すごいよね、すごい数字が悪かってもすごい見てて、すっごい売り上げよんだよね、あれ、うん、だから営業は絶対やめられないやつやねな、あれな、テレビ局から行くと、とんでもないんですよ、やっぱり。だからもうそういうやっぱり広間にいろんなもん持たせた方がいいですよね。本当本当。もう鍋とかね。そうそう。本当に。いや本当に。もう鍋売りたかったらそうしたらいいんですよ。要するにストロング鍋とか、かっこいい名前をつけたらいいんですよ。サンダー鍋とか。すごい欲しかったですもん。うん、セーラームの靴とか。そうそう、制服とか、うん。うちの娘もなんか買いに行ったら、そっから動かへんかったわ、セーラームところから、やっぱりそんなに、ね、あとアンパンマンね、みんなが通る道。アンパンマンは絶対、ディズニー、アンパンマン、ドラえもんはみんなが通る道なんですよ、これ。不思議なぐらいすごいですよね。でも、男の子アホみたい剣好きですよね。剣好きよね。刀とか。今の時代は違うんだけどね。こういうのはよく背中に、肩に、背中に、あの、くくって走り回ってますよね。風呂敷ね、マントの代わりに風呂敷。アホみたいにね。かわいい。すっごいアホや。だんだん畑上からパーンと飛んだりね。足くじって、痛い。かわいい。わかんねえよ。はい。こちら、香川県生まれの三重育ちがいただきました。はい、はい。先生、片目さん、こんばんは。こんばんは。さて、ついちゃんの女の子が生まれました。ついちゃんに女の子が生まれました。そうですね。名前はノア。希望の木に空と書いて、ノアちゃんに決まったそうです。あのついちゃんに子供ができたなんて信じられませんが、早く元気な姿を見せてほしいです。アイちゃんとサヤミンは誰からこの報告を聞きたいのですかっていうことですけど、聞いたのですかっていうことですけど、誰が聞くのこういうのって。これマネージャーさんからメールが届きました。ついちゃん生まれたよ、みたいな。メールがあって、おめでとうございますって。あ、メール打った。はい、メール打ったら、なんかノアっていう名前なんだよって言って、社メールが。あ、ついちゃんから送ってきて。すごい可愛かったです。かわいい。すごいちっちゃくて。まあ、赤ちゃんの時誰もかわいいよね。生まれたばっかりで、うわー言うような子はめったにいてますよ、俺。でもなんか、のんちゃんの子なんだっていう。なんか、のんちゃんがなんか子供のイメージなんで、なんかどうしても信じられない。まあでも、太陽君もあれやから、かわいらしい顔になるやろ、どこにもあれね。あの、二人ともかわいらしい顔をしてるから、この DNA はどっちとっても大丈夫やよね。確かに。ああ、お母さんになるってすごい。え、20歳やったっけ、まだ。今20歳です。はい。お母さん。すごいね。20歳になってもまだ40やもんね。若いな。若いママ。だからもうあれや、あの、親方なんかでも今子供産んどくとやっぱり、すごい若いママになれるんだよね。ですよね。だって、お前ところの先輩の松浦綾綾は、そうやよね。18歳かなんかの時の子供でしょ、あれ。そうですよね。18か19やね、お母さんが。そうですね。そうそうそう。と、そんなに変わんないけど。アイちゃんもそうですよね。うちのママは、私の年に産んでるんですよ、私を。嘘？はい、21に産んでるんで。だから42なんですよ、ママが。42？ はい、私21で42なんで。あ、もうキョンキョン長い年なんだ。そうです。はい。友達感覚ですよね。なんか、まあ、それは。あ、もう友達になるよね。なれますね。いいなぁ、楽しそう。へぇー。私、マネージャーさんとか言って、いやいや、みたいなのを。格好も若いの、やっぱり。格好やっぱり、私と同じような格好をするんで。どうしたがるんだ、うん。あの、私がさせるんですよ。ああ、それもいいよね。キネアとか。おー。
そうそう、やっぱ服装とかやっぱあるからな。あの、やっぱり、うん、若い格好すると若く見えるよね。確かに。昨日なんか俺の同級生がテレビに出て、うん、杉本元気かーって言ってましたけど、ね、全然わからなかったの。名前は知ってるけど。顔を見たと思い出せないのよ。中村やーとか言ってても、誰やーと思ったらもうね、もう、太ってるし、髪の毛薄くなってるし、着てるものはスーツやし、もちろんサラリーマンの方やから。わかるかも。うわ、全然年齢が違うとみんな言ってましたけど、俺やっぱ若い格好してるし、うん、そうですね、若いですもん。やっぱり大きなファッションとかね、あと眉毛やね、眉毛描いたらいいらしいけどもね、眉を入れるんですよね。眉なんつって、あの男の年齢いくのは、へー、みんな知らない間に薄くなってるんですって眉毛。うん、だからもうこれはもう眉毛これから描いた方が正直若くなるね、うん、確かに薄いけど、薄くなってでも長くなるのよね。あ、縦に、うん、へー、え、お前伸びんの、伸びんの、だからもうこう縦に開く、だから毛がね、毛がの伸びんの、縦に伸びんの、何ですか。じゃあね、毛が伸びるなんでこれは縦に伸びんねん。だってこうやったから、おかしいやろ。上の最後がいくつやねん。私も縦に伸びるもんなんだと思って、長いのが一本生えたりね。だから今からね、あれ入れとこう思うんですよね、眉のなんちゅうのあれ。入れ墨みたいな。じゃあ、入れ墨でもいいねんけど。うん、あの、でも大きな入れたら、もしなんかこうまた書くときに、え、おかしくなったりしますよ。だからあれ入れへんか、なんかペンシルみたいなやつ、ペン。ああ、まあ、それがいいです。いや、これ年取った感じなんねん。え、これがいいです。じゃあ、若くこれからどんどん薄くなっていくから、うん、今の間にこう、薄く入れとくと、変化に気づかないんですよ。薄く入れとくと。いや、ほんで、書くんですか、今度から。書くね。でも、まっちゃんと被りますよ。いや、あれ、それ被ってないですか、まっちゃんずっと書いてあるんだ。そうなんだ。形ないから。ほんで、舞台になるとノーズ入れやんね、鼻が。いらんちゅうね。まっちゃん、それいらんねって。お客さんもそう効果ないし、まっちゃん何ノーズ入れてんの言って、いつも、いやいや、お仕事どうなりますか、言って。わっけわからない、ノーズ入れんの。ワルトバウで振り返った時に、あいつが長尾でノーズ入れてんの。だから眉毛らしいな、男の年齢が。だから若い40ぐらいからも入れといたいんですよ、本当は。ほんならもう気づかずに済むんですよ。それがいいと、そんな、薄いっていうか、まだまだそんなに薄くないけど。全然薄くないです。全然いいですよ。でもやっぱ30代の時と違うらしい。眉毛、ね、眉毛なんて男は。眉毛さえちゃんと描いとけば、女とは違う。女が違うみたいな、男は。女はもう薄いやんか、そんなこと、薄くしてるやんか。うん、そうそう。そうですね。で、高橋も描いてんやろ、いつも本番は。本番は描いてますね、今はないです。ああ。それでも、あれやろ、要するに透かしてんやろ、透かしてたの、すいてんやろ。いや、すいてはないです。え、それ、マジな。はい。お前の眉毛それなの？もともとないんですよ。あいちゃん薄いですよ、ね。薄いんですよ。毛はあるんですけど、うん、色がなくて。それ、お前なのそれ。はい。お前なの私で。いや、高橋こそこう、家取ったらいいんちゃう？ちょっと、タトゥーみたいな。はい。あの眉毛の。入れたら流行があるからあかんねん。だからそんなに大きくんじゃないし、普通、ちょっとこう。いやいや、流行があるからな。そんなに流行ないでしょ、お前。いや、あんねんて、流行が。どういうのがあるのか。だから、また太いのが流行ったりすんねん。その時はちょっと足したらいいじゃないですか、だから。ま、いや、ほんと細いのが流行ってどうすんねん、お前。いや、だから細いの変えとるから、そのままでいいんちゃうわ。ほんと細いのが出たら入れんでも言えない。なんでやの？いや、ちょっとなんかこうね、濃い方が、やっぱこう、顔立ちって、なんかこう。はっきりするわね、男の顔は。うん、特に眉毛はあった方がいいと思う。あ、だからお前薄いな、これほんまやったら。もうお父さんそっくりなんですよ、うん、お父さんもなくて。へえ。お父さん後ろの百太郎みたいな顔してるのか、ほんだら。百太郎ですか。百太郎や。って何ですか。眉毛ないね。あ、じゃあそんな感じ。そんなんじゃないですね。秋元直美さんみたいな顔してるね。うわ、後ろの百太郎。知らんかな。わかんない。それはやっぱりこれからやっぱ考えていかなあかんからね、やっぱりどうしても皮膚とかが老けてきますからね、お前ももうどんどん老けてくるよ、お前。だから僕今ちょっと化粧品ちょっと使おうもん。何使ってるの？はい、何？いや、あのアレラ。アレラ、アレラって何や？あの化粧アレラってあるの？はい、アレラ、アベダ。いやいや、なんかビオレ、ビオレ、ビオレ言うじゃないし。
ね、あれだって。洗顔する。お前洗顔してんの？いや、あの、これしようかな思って、ちょっと。洗顔と、芸能界もいっぺん洗顔したらどうやろ。ワオ！ワオ！ワオ！いや、本当に考えなあかんね。はい。冠屋のもんに。店長やんのみさん、こんばんは。こんばんは。ラジオで、若いみどりさんが、村上翔ちゃん、竹明さんの師匠の話をしてました。うん。翔士さんが稼いで1万円を師匠のが右のポケットに入れて、左のポケットが1000円を出して翔士さんに渡した話や、竹明師匠本当のスケジュール帳と、忙しく思わせるための嘘のスケジュール帳の2つを持っていたとも話されてました。ベール剥がさんといて。翔士さん、他に竹明師匠の爆笑エピソードはありますか？いっぱいあります。本当に夢はね、あの、トイレね、うん、あの、行って、うん、で、紙がなかって、ゴ、うん、ーって流れて、こう、カチャーってトイレが出てきたら、うん、あの、右足の靴下がなかったりね。もう、いろんなエピソードをいっぱい持ってるのよ。そうなんだ。うん。本当に、で、このスケジュール帳は本当にあの、2つ持ってたし、うん。あと本当にあの、こう、師匠もあの、若い子にこう、ね、こう言われるの、やっぱ好きやから。もう、まあ、みんなからね、あの、慕われとったわけよ。はい。うん。本当にね、あの、もう、いろんな話ある、もう、喋れんような話もいっぱいあるの。でもね、面白いよ、うちの師匠は。もう、あの、なあ、葬式の時にな、身寄りがないから言うてな。はいはい。私、ずっと一匹狼やってる。天涯孤独で死んでいくねや、言うて、うん、亡くならったら、すごい兄弟多くて。はい。親戚。身内。病室入られへんかったもん。そんなにいっぱい。どこが一匹狼やねん。嘘ばっか、年ごまかした。うちの人親友なんですけどね。はい。あ、年ごまかしたんですよ。そうしまったら年が出るじゃないですか。はい。ほんとは、親友やから、はい、悲しむのがほんまやんか。うん。さんまちょっと来ないって、何か思ったら、うん、滝明あれ、年ごまかしとったやないつ。あしねとか、わっけのわからん。お葬式でしたよ、あれも。いくつごまかしたの？何くらいでも二つ三つ。ああ、そうだ。もう、アイドル並みに。へぇ、あんまりドーンとはごまかせんかったけど。あ、そうなんですか。うん。で、あの、昔ね、あの、芝居、上岡師匠とあの、横山ノック先生にね、はい、あの、ちょっとお誘い受けて行って、で、なんか、牧野先生っていう人に、まあ、演出してもらってて、うん、で、村上実はすっごい今、もう、先生が、もう、滝はいい、滝はいいって言いたい、もう絶賛やねん。もう、わし、これでもう、ひょっとしたらまた違う先生の、あの、あれも入るかもわからへんで、一回ちょっと稽古見に行こう、言うて、正直のね、稽古場見に行ったら、はい、頭越しに、その牧野先生から、違うやろ、滝、お前は何回忘れんって、もう、言って怒られてんのよ。あれ、全然話違うな、思って。ほんで、記憶の時に、ちょっと、バツ悪かったやろな、師匠も。村上、今日、先生、偉い虫の居所が悪いみたいな。怒られっぱなしやねん。うん、でも、あの、藤田先生のね、あの、有名な話やから、まあ、藤田誠先生の、昔から飯壊したりね、もう、あの、わしの、あの、金魚の糞のようについてきとったとか言うて、で、藤田誠さんが特別ゲストで、あの、来られたのよ。ほんで、お前、この芸能界おるやったら紹介しとくから、あの、藤田誠ちゃん来たら、あの、まこちゃんって言ってた、藤田先生のことね。まこちゃん来たらわしに言えてから、来られましたって、行こうって。ほんで、楽屋、コンコンって。立ったけど、これは大先生、漫談の滝明でございます。どちらさんでございますか？話違うやん。全然違う。漫談の滝明でございます。今日はどうもご苦労様でございました。またこれからの滝をよろしくお願いしますって。えらい売り込んどんねん、自分を。どうなってんねんって。ほなもうガチャンと閉めて村上行こうって。おい、どうなってんねんって。もう、すごい人やった。お尻を見せるんですね、楽屋で。若いやろ、サムちゃん若いやろって言って。ずーっとお尻見てました。私はずーっと尻見てました、滝師匠もね。ちょっとサムちゃん見て、こう、若いやつやつしてるやろ、って出してね、ケツ全部。楽屋で、つやつやしてるやろ、って。入ってきた人が、まあ、すいませんって閉めるんですよ、それぞれ男がこう、ね、ケツ見てるわけですから、触ってみてとかね。サムちゃん、ちょっと触ってみて、つやつや、あ、
仕事、こっちやってですね、って。毎回会うたびに、さんまで。毎回ですか？毎回。忘れてやるんですよ。言ったことを。俺も何回も忘れてるんで。なんか俺と言うとさんまちょっと、とか言うて、なんか若いね、皮膚。もう、医者からももう褒められとんねや、言うて。ケツ見せはんねん。ちょっと触ってみてって言って、ほんまですね、パンパンですね、とか言うと、せやろ、せやろ、とか言うて喜ばはる、うん、師匠でしたね。まあ、面白い人でね。もうあの、NGK の劇場の近所にすき焼き屋さんができたんだよ。ほな、あの、おくれと二人で、たらこ食べてこい言うて、千円くれた。すき焼き、たらこ食べてこい言われても。二人で牛丼食べに行ったの覚えてるわ。おくれさんと。牛丼食べたの。きゅうりで漬物頼んでええか。あ、兄さんいいですよ。びっくりしたわ。孫で言うから。うん、いや、面白い人なんですよ。昔の芸人さんですからね。もうお世話になりました、本当に。だから、いくつで亡くなったでしょう。師匠はね、73やったんですよ。73か、あれ。はい。ああ、そうか、そうか、そうか。73で。え、何年前やったっけ、あれ、俺は葬式行かせていただいたの。僕ね、うちの娘が、できたばっかりです。あれ、まあ、できた。結構前。うん、3歳。あ、そんな前やったね。はい、3歳ぐらいかな。だからもう、15年。経つ？なりますね。はい。経つか。はい。15年前ですよ。私も葬式行かせていただきましたけどね。ああ、そうか、そうか。うん、で、お前、滝明だってもんね、名前。名前はね。もともと、うん、滝明っていう。名前つけて、師匠が滝やからね、屋号が。で、庄司が滝明堂っていう、いう名前をもらうとこやったんですけど、楽屋でね、呼ばれて、名前、芸名考えてきたってから。お前今日から滝飽きんとや。いや、正直じゃないか。滝飽きんとだよ。それ怖いから飽きんと兄さんって言われねんで。飽きんと兄さん。街歩いてて、飽きんと兄さんとか言って、おーとか言えるか。でも滝飽きんとやったらこの芸風生まれてないよな、お前ら、ほんまにな。滝飽きんと。つくもはじめさんが滝シード。滝シード。あ、つくもはじめさんって知ってるよ。知らないと思いますわ。つくもはじめさんも知らんか、お前ら。はい。はい。それでも話にならへんわ。すいません。お前ら若すぎるわ。だって18ですもんね。はい。ほら。そっか、18年前やったら、あ、そうか。はい。ああ、もう、全然、もう全然若いよな、お前。はい、キャピキャピです。キャピキャピやな。うわ、俺、ほんと18じゃしっかりしてるわ。俺は18の時にこんな、あの、こうラジオで喋ろうとか思えんかったじゃな。なあ、考えたら。本当にすごい。お前ら、うん、偉い、あれやわ、冷静にやってるわ、そう考えると。まだ18か。そうです。楽しいやろ、毎日。楽しいです。18だったらまだ芸能界入ってないねん、もう。庄司はね、俺は入ってましたけどね。うん。うわぁ、そうかぁ。今のお前何考え、今何に興味あんの ?18 言うたら。興味最近はシールで。もう、いや、シールがないの。シール、今日もシール買ってきました。もう卒業したら縁違うか、シールは。今日は2枚買いました。わおいやいや、2枚じゃなくても、シールは卒業したら縁ちゃう。できないです。わぁ、まだシールなんだ。はい。いつになったら、ボーイフレンドができたらやめんねやろ、多分な。おそらく、さ、ボーイフレンドがにシールってよう言う好きな人に、私シール集めてるのが好きなのとか、よう言わんやろ、もう。え、全然言えます。そう、引くと思うよ。引くよ。悪いけど。あ、じゃあやめてきます。でもシール集めてどうすんねん、貼るわけじゃないんやろ。貼ったりしますよ、いろんな。じゃあ、だから壁とかじゃないやろ？壁とかじゃないです。なんかノートに貼んねやろ？はい、シール帳とかに貼る。だからそれシールって、まあ、そのまましといた方がええやんけ、シール帳に貼んねやったら。お気に入りのやつは2枚買って、そのままにしてるやつと、うん、あのシール帳に。何の目的なのそれ？なんかペタペタ剥がしたりとかして楽しいんですよ。あ、剥がしたりするのが楽しいのか。あ、ひっついたみたいな。え？ひっついたり。うん、いつからシールやないか。そうね、それがすごく好きなんです、アイミア。何がや？多分このひっつくのが好きなの。はい。
この感覚がすごく好きなんです。あ、ひっついたって思う感覚。知らなかった、ひっつくの。知らんかった。何大阪のバカにしてるのかな。え、もう、バカにして、全員バカにしてないです。今ちょっとバカにしてないです。絶対してないです。いや、絶対してないです、今、勝利の真似して、ちょっと変な大阪弁喋ってるの。違います、本当にしてないです、それは。はぁ、不思議な感覚やね。はい、そういう、つかついたとか思うとええわけだ。はい。で、剥がすのも好きなのか。好きです。すごい好きです。あ、そう。はい。そんなのが、ね、こう、チートあって何かを作るっていうんじゃないんだ。そうですね。うん、こんなゴミ箱にこうシール貼って。あ、そういうのも好きです。なんか時計とかも普通のシンプルなのを買って自分でデコレーションとかしたりな、するの好きです。シールを貼って？はい。時計になんかこうなんかね、なんかもっと貼るもんってあるやん。シールしかないです。うちには。うん。はい、まあ、確かに時計から貼るとこでシールしかないよな。はい。あんまり貼るもんないよな。ね、こう文字盤のとこ行ったらあかんしな。あ、大きい、大きい時計です。ああいうような、ああいうこういう本当にシンプルなのを買って、それどうし、どうシールはあんねん、お前。周り枠がいっぱいあるやつを買うんです。時計の。うん。で、そこの周りにいっぱい貼ります。楽しいの？すごい楽しいです。12時になったらハートとか決まってんの？そうです。1時になったら何か。はい、キラキラのシールにしようとか。ああ、2時。3時だったらなんかケーキとか。もう、かわいい。もうお前が良かったらそれでええねんけどな。はい、幸せです。はい、不思議な子やな。なあ。もう変えた方がええと思うで。うん。だから早くもう彼氏見つけたらいいんですよ、そのとにかく。うん。彼氏が見つからないでから、こんな、なんピーターパンシンドロームみたいなのやるわけですよ。そうですね。いつまでだっても大人になりきれない。うん。だからお前、あのあれや、和製マイケル・ジャクソンや、お前は。すっごいええのいただいたね、お前。いつまでも子供ねえな、自慢はね。うん。えらいことやな、お前。これもあれか、もうパンツももう、あの、いろんな柄が入った、より可愛らしいのが好きなんだ。いちごとか。いや、好きです。はい。せやろ、お前のパンツ見たらええわ。なんで見てないです。見ちゃダメ。パンツ見たないわ。いや、ほんまにこう。うわ、気持ち悪いわ。なんか。可愛いですよ。うん、可愛いの好きやねんろ。ピンクとか、はい、白にピンクのなんか、うん、とか。はい。せやろ、蜂が飛んでたりするねやろ。でも可愛いだけです、本当に。全然セクシーじゃないです。せやろ、はい、一番腹立つやつやね。ちょっとあの、あれは幅があるやつやろ。あ、そうです。安心タイプです。うわ気持ち悪い。なんでそんな。気持ち悪いよ。言うなもその話。はい。ゲヤキそやわ。なんで。あんた、そうですよ。言うなで、あんたや言い出したの。振ったのは。じゃあマジで。気持ち悪い。もう気持ち悪い。もう気持ち悪い。なんでそんなに。でっかいパンツ的なんかもう18にでっかいパンツって嫌やんかもう。お前もうそれ脱げえもう。じゃあもう今日からもう高橋にもらえ、ちょっとセクシーパンツを。高橋ちょっと一緒に行ってこうてやれ、こんなのがいいのよとか。ええ。お母さんと言ったらどうせまたそんなな、なんか刺繍とかアプリケがついたようなパンツ頼るて。キューティーハニーとかやろうと思って。お前ちょっと選んだけこういうの入った方がいいよとか。教えてください。セーラームーンとかやろう。入ってねえのまだお前。キャラクターも。うわ、気持ち悪い。なんでですか、いいじゃないですか、別に。自由じゃないですか。自由や、自由や、自由やけども、18やぞ、お前もう。気持ち悪いなぁ。気持ち悪いね。かわいそうやわな。いいじゃないですか。なぁ。じゃあ18でもお前、スターやねんからやなぁ。そんなお前、あかんやろ、幅な。楽屋でこう、着やるとき、そう、恥ずかしいのか。あ、それだから、上に短パン履いてます。いつも。ああ。じゃあ、そういうことだから、外だけでもお前、家で寝るときだけそれ履け。はい。なんかあるやろ、もうちょっとマシなやつ。マジですか、別に。いや、でも、事故でもお手やで、ね、病院運ばれて。じわじわ。あと、腰のとこ怪我とかして、パッたら、お前、アップリケ、イチゴとかついとって、パッってか、看護師さん、笑って手術できへんで、そんなもん。あ、それは困る。え、わかる。そうやろ、へぇ、笑うかな。笑うよ、じゃ笑うと笑わへんけど、うわ、なんこの子まだこんな開いてるわ、っていうことやろ。え
思うかな。18やで、お前。まあ。そやろ、うん、だから高橋のお前やれよ、お前。何個かあるやろ、お前。兄さんやんなあれ。お、俺もやろうか。はい。あ、この間あれや。あの、バンダイ行って持ってきたんや。素敵なのですか。お、バンダイですか。あ、あの、バンダイ今バンダイ行ってた。あれのやつですか。え、そうそうそう。この間のやつ。この間のやつ、この間のやつ。あ、可愛かった。お、あれが女もんやねん。女も入ってんの。あの俺、やだ。気持ち悪い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 。そっちの方が気持ち悪いわ。ねえ。正直気にすんな。気になるっちゅうの。あれは男もんですけど、はい、あの最初にあのテレビで見てたから、はい、あれ女もんやった。男のブリーフのようなデザインしといて、うん、女もんやった、あれ。へぇー。兼用ですか？兼用ですよね。兼用パンツ。兼用じゃないの。女の声を。あれ男もんですよね。あ、兼用。あれ、兼用？パンツの兼用なんだ。おしまいやん、もう。やったやった道重親方のコーナー、はい、このコーナーはアンポンタンの道重さゆみちゃんの家族のようにアンポンタンの家族の行動や言動をリスナーの皆さんから送ってもらうコーナーです、はい、そして道重親方にはそれがどれくらいアンポンタンなのか横綱、大関、関脇、小結び、幕下の5段階のアホ番付をつけてもらいます。はい。それでは行きまーす。お願いします。道重ってのは相撲部屋にあるような感じやもんね。そうですね。硬い感じが。硬い感じがね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何やったか、橋、お前はいらんことコマーシャルなんて知ってるからやねん。すいません。今話ばっかりしやがって。はい、すいません。東京都のさつま揚げの醤油あり。何やったなんて高橋よ。焦っちゃってどうしましょう。さつま揚げの。何パンツ話弱いみたいな、お前は。パンツ話に。もういいじゃないですか。何舞い上がっとんねん、さつま揚げの醤油炙りさんからです。ちゃんと言うたれ。はい、さつま揚げの醤油炙りさんからです。はい、そんな近づかんでもええねマイクはもう。うちの姉はタコが嫌いなのにタコ焼きを頼んでタコだけどけて食べます。ま何慌てて呼んでんねんちゃんと。はい。どういうこと？これタコが嫌いなのに、うん、タコ焼きを頼んで。いるよ。タコだけよけて。いろいろおるよ。ちょっとなんか中国の人と今お付き合いしとんちゃいますか？黒お前や。黒お前や。あそうなんですか？昔な。そう。ラブラブやって。やる。いっぱいか。じゃあマジで。今いいね。俺もそれ不思議やったのよ。うん、確かに。どけとんのよ、爪楊枝で。タコ。食べとんのよ。美味しい美味しいとか言うと、あっ、今日からね。ああ、外側が好きなんですかね。なんかそうみたい。お好み焼きじゃダメなんですか。え？タコ焼きの。あ、ガバ味一緒じゃないですか。お好み焼きでいいじゃんってことですよね。うん、いや、たこ焼きとお好み焼き違うよ。一緒？うん。違うか。たこ焼きじゃん、あれ。はい、そう。お好み焼きはいろんな種類あるやんか。豚玉だ。ああ。肉玉、イカ玉だ。そうですね。うん。じゃあ、お好み焼きじゃダメっていうことで。え？そうですね。そういうことですね。じゃあ。何がや？話をまとめたんですよ。まとまっていいやんか。親方番付は？はい。よー幕下、おちゃんでーす。はい、いやね、これはアンポンタン構造じゃないですからね。はい、そうですね、あるみたいですね。あるし、まあ、嫌いな人知らないやかというやつがあるから。確かに。うん。そういうことみたいですね。はい、2個目いきます。お願いします。兵庫県のラジオネーム、冠屋のもみさんからです。この前、おじいちゃんとクイズ番組を見ていました。番組ね。番組を見ていました。番組を見て。何舞い上がってんの？何ですか？今ちゃんと読みましたよ。いや、番組って言えなかったよ。言ってなかった。番組を見て。番組を見ていました。ゴルフ用語で、1打目でカップインすることを何と言うでしょうとの問題に、おじいちゃんは、まぐれとテレビの前で答えていました。あー。これ知ってる？わかんないっす。わかんないよね。はい。あ、だから、パー3で入んのと、パー5とパー4で1打目で入んのは全部違うねんけど。はい。うん。だから、まぐれが正解かもね、ほんまに。あ、そうなんですか。まぐれやもん。あ、じゃあこれ正解やん。正解やん。正解ですね。だからお前知らんのか。知らない。ロングホールで2打目が入ったりとか。1回で入るってこと？ショートホールで1回目で入るのは知ってるよね。
パー3っていうところで3回で入れるところを1回で、キーグラウンドから打った球が直接まあこう、すごい、あんまりないですよね。危ないですよね。入るんだ。すごい確率ですからね。だから、それはみんな、イーグルって言うんですけど、ホールインワン。あ、ホールインワン聞いたことない。イーグルですね。うん。わかる？全部鳥の名前やねん、あれな。あ、そうなんですか。そうそうそう。ほぉ。アルバトロスっていう、鳥やろ？そうしたらみたいです。外でね、って感じにしてます。見た目がまんまるになってってる。すごい。そういうことですね。なるほどね。そうなんだ。じゃ、マグネはマグネなんですね。合ってるってことですか？合ってるのね。ロングの一打目は知らんな。ロングの一打目はなんていうね。アルバトロスのもう一つ向こうは何や。ロングの一打目はないでしょ。いやいや、絶対名称あるはずやからな。でもそんなことってないですよね。あるよね。もちろんあるある。ロングの、パー5の1打目に入ったら、だからアルバトロスの次やからな。今調べてるみたいな。今調べてくれてる、はい、ホールインワン。じゃあこれで。ホールインワンは間違いないね。ホールインワンやから。ちょっときますか、うん、1打で。後でにしますか、じゃあ番付は。いやいや、今言うても大丈夫です。調べてる、うん。じゃあ、決まってもらえなかった番付は。はい。よー関脇ごっちゃんです。真ん中ですね。はい、あ、真ん中ですね。うん、真ん中にします。はい。はい、じゃあまだあるんでしょ、はい、はい。あと1個です。広島県のペンネーム、風雲彩希さんからです。はい。僕が借りたレンタル DVD の返却に行ったうちのおばあちゃんは、DVD と一緒に菓子折りもわざわざ買って持って行ったそうです。礼儀正しい。おばあちゃんね。かわいい。わかんないもんね。どうもすいませんでした、ゆうちゃん。貸してくださってありがとうございます。長い間貸していただきまして。ありがとうございます。かわいい。ね、かわいいね、おばあちゃん。レンタルビザはびっくりしたよね、これはね。これはすごい、ね。これすごいの。はい。どうぞどうぞ。じゃあ番付は。よー横綱。一番目ですね。どういうことなのね、もうやっぱかわいらしい。うん、すごいと思います。おじいちゃんおばあちゃんみたいだね。好きだね。おめおじいちゃんおばあちゃんみたいな年だよね。すごいおじいちゃん子なんです。あ、おじいちゃんでも若いよね、まだね、お前とこ。いや、別にもう70過ぎてます。あ、そうなの？はい。おじいちゃん子なの？はい。なんでお母さんお父さん忙しかったのか、若い時。いや、別にそういうわけじゃなく、おじいちゃんがすごく好きでした。なんでや？かわいいんです。おじいちゃんが？はい。どうかわいいの？どういうところが？この前も、東京に来てたんですけど、なんか、さよなら行ってきまーすって言ったら、うん、おやすみなさいって。すごい可愛いんです。可愛いって言うか、すごい。違いますよ。ボケてないです。すずやつ見えたい。ボケてない。違いますよ。ボケは知らないんだよ、それは。めっちゃ可愛いんです。人の通る道やから。それは知らない。可愛いんです、本当に。あんた誰とか言わへんか。ところであんた誰な、言うて。それは全然大丈夫です。あの、はい。でもコンサートとかにも来てくれて、うん、なぜかグッズでバンダナを売ってるんですけど、今、モーニング娘。そのバンダナを10枚買ったんです。おじいちゃん、バンダナ10枚何に必要なの？だったら、セミのうちわとか買ってくれればよかったのにと思って。自分のやつを。おじいちゃん。ハンカチでも。ハンカチです。俺、自分のやつを買ってくれた。じゃあ、そのバンダナは本当にバンダナだけで売ってるんですよ。赤いバンダナなんですよ。それを売って踊ってるんですよ、私たち。それで、ファンの皆さんも持てるようにって言って、みんな売ってるんですけど、それを買った。なぜか10枚も買って。なんで別に一色だもんね。そうなんですよ。バンダナ好きやんねやろ。うん、多分バンダナ好きなんじゃない。好きなんだ。かわいいんです、本当に。わかりました。まだ、あ、わからないようですね。出ないみたいです。はい。あとで連絡します、はい。そうですね。じゃあ、モーニング娘。の曲を聴いてください。はい、モーニング娘。で、みかん。トリプルイーグルって言われて、あ、そうか、新聞ではあれやな、トリプルイーグルって言ってるな。その鳥ですか？違うの？鳥じゃない。はい、その鳥じゃないの？何が笑わせてんの？違います、人が真面目な話してるんだ。真面目ですけど。違う、笑わせてしてる。あ、はい、すいません。コンドルかわからないの。コンドルか、あ、コンドルかって書いてるの。で、コンドルなんだ、多分。ダブルイーグルだから、コンドルなんだ、多分。さっきのあれから行くと、コンドル。
イーグルアルバトロスコンドルになるわけですね。コンドルか。なるほど。コンドルは一生無理やけど、我々は。よかったわ。うん、いや、強そうな名前でよかったわ。文鳥とかのやつはね。ええとか思いますやんか。ちっちゃい。なんか。つけるわけないやね。は？文鳥とか。すごい文鳥ショットとか言うのおかしいやろ。あ、いいですか。大阪市のデコデコクールさんからです。11月26日、先日知り合いから冷凍のタラバガニを2匹もらった。そんな話を高橋にしたら、モームスのメンバーを集めてうちで鍋パーティーをする予定なんです、1匹くださいと言ってきた。ずうずうしいやつだと思ったが、器のでかいところを見せるため、よっしゃ今度持ってきたるわと気前よく返事をした。しかし後になって惜しくなってきたので、ちょっとカニに細工することにした。まずカニの足の身をすべて抜き取り、代わりにカニかまぼこを突っ込む。カニ味噌もすべて取り出して、代わりに竹や味噌でも入れといたらわからんやろ。鍋に入れるんやったらちょうど味噌が溶けてうまいはずや。へへん、俺の偽装工作見破れるかな。何ゲップしてるのに。ちょっとコーラちょっと飲みすぎました。すごい大変なの。だからそれは確かに味噌が出たら美味しいですよね。うん、味噌でもカニ食べたいわ。カニ美味しいですね。カニはあんま好きないからな、俺は。嘘。今も上海ガニ出てるんちゃいますか、ほんで。またあ、上海ガニは出てる。今はもう中国飯店、これはもうずっと食べてる。うわー、いいなー。そこはちょっとあの確かにうまい上海ガニ、あの香というか味噌というか、そうこのな、うまいねー。違うんですか、やっぱ普通のカニ。うん、もうちゃうね。ちっちゃいやつなんですよ、上海ガニ。紹興酒のそこがええやつとな、それちょっと当てにしてな。もう今日酔っ払ってもいいって思うね。もうちょうどええ量なんですよ、俺からすれば。カニいっぱいじゃなく、もうちょっと身がちょっとですから。あ、なるほど。もう身はいらんね。もうその味噌が、味噌というか、あの、粉というのかな。これはいいしよ。もう今日もうどうなってもええと思うね。メスとオスで料金が違うんです。ああ、メスが高いんかな。うん、あんまいないんだ。いや、小餅の場合はね。あ、そうなの。美味しいね。あれ、うまいうまい。上海ガニはうまい。それは認めるけど、カニ好きとか嫌いだね。カニ鍋とかね。へ、うん、そうなんですか。あれもとんどん邪魔くさいし。うん。あ、確かに邪魔くさい。だから会話が止まるとか言いますからね、カニはね。うん。会話したくない、偉いさんとの、会議とかの前の食事はカニ鍋がいるんだよね。いらんこと言われますもんね。なるほど。そういうことみたいですよ。うん、はい。はい。富田林市のヘイ柔道さんからです。11月28日、風邪の具合が一向に良くならない。それもこれも数年前のサマさんに水風呂勧められ事件から抵抗がなくなってるせいや。体のブツブツもあれから全く治らへん。まだ公にはできへんけど裁判に踏み切ろうと思う。まあ15万くらいはもらえるやろ。裁判戦でも15万やから顔から投げつけてやるよ、そしたら。札でしてよ。小銭やったら相当痛いで。痛い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 。15万円分投げられてみよ、お前。それも10円玉で。やだ、耐えられへんわ。もう20円ぐらいでもういらんわって言うと思うわ。少ない。確かにそうやね。こういうのは告訴してもどうにもならないですけどね。だからね、事件なんかでもややこしいのがありますからね、本当に。どっかのブログで誰かが犯人やと書いてしまったりしてしまって、えらい話題になってますよね、あれ。あれはやっぱいけないよね。もうどういう心境やねんやろな。ねえ、うん、その書かれた人の心境からいくとね、うん、ねあれはいけないね、うん、まあまあね、行きましょう次。はい、大阪市のグリーンジャイアントさんからです。11月24日、以前受けたドラえもんの声優オーディションに引き続き、映画ホームレス中学生の主役オーディションを受けに行った。キリンの田村の気持ちが理解できるのは、芸能界広しといえども絶対俺しかおらんはずだ。手応えも十分やし、俺のええとこが全部出せたと思う。ただ少しだけ不安なのが、審査委員長のキリンの田村がくすりとも笑ってなかったことや。うん。うん。そやな、100万で突破。すごい。すごい。すごいよね。すごい。まだ調査でまだ
なんか文庫本かなんかの部分では2位とかその辺やったからね。3位やからまだ売れ続けてんのよな。いつ出たんでしたっけ？結構前、結構前。もうだいぶ前にもう売れてる。100万部は。2ヶ月で。2ヶ月でいってるから。一月ぐらいだね、まだな。いえ、もうだいぶ経ったんですよ。もう3ヶ月後。ああ、でも100万部って絶対最近ないからね。ないですね。もう100万部超えてますよ。140万部。140万。すげえ。一応。すげえ。すごい。まあこれ映画化されたりするでしょうからね、どこでもね。うん。子供役は無理や、俺。大人になってからやな。大人になってからも無理やんか。中学生は無理やもん。俺今できるとしても、高校生もちょっときついやろなぁ。さすが編集。やってるしよ。まあお父さん役よ。やったとしても。お父さんが感じやからね、あれ。うん、解散っていう、いつも解散っていうところから、ね、始まるわけやからな。考えてすごいよね、140。ねえ。解散って言えるかな、解パンとか言って間違って思ったら。大丈夫か、練習しとこう今から。いやいや、足らへんし。解散。本当に。大丈夫だから、それは。絶対やめると思う。はい、僕、ドラえもん。かわいい。いけるでしょ、これ今の。大阪あいつ早く来いって、潰れへんかな。今のやつ。今のやつ、潰れたらな。お前2位やったわけじゃないしね。2位。いや、3位ぐらいですよ。2位か3位ですね。大体。勘で。違うと思うよ。裏声で声つぶれんかな。僕ドラえもん。かわいい。大阪弁おかしいやん、ドラえもん。おかしいな、あかんねん。はい、次、次。はい、富山県の最後の雑炊さんからです。11月26日。最近、僕のカバンの中には、メジャーとチョークと電卓が入っている。それは12月3日から都内のタクシー料金が値上げされるからだ。あ、そう。2キロまでの初乗りが50円アップ、走行距離に加算される料金もアップするとか。なので仕事が終わった後に自宅からテレビ局までの距離をメジャーでコツコツ測ってる。 MBS スタジオまで行くには家から900メートル歩いてタクシーを拾えば同じ料金になることも分かった。さんまさんに芸能人として夢がないと怒られそうだけど、こればっかりは譲れない。石油も食品量も値上げで生活大変やねん。大変。また上がるしね、ガソリン。ガソリンはすごいね。すごいよ今。もうとんでもない、早くアメリカがこの調整をやめてほしいよな。なあ、とにかくまあね、もう調整してるだけのことですからね、多分。いつどういうきっかけでどうすんねやろうね。とんでもない値段になってるよね今ね。はい。もう一回もうね、前まで要するに8000円ぐらいで住んでたのかな、俺廃屋やったからね、うん、今1万5000円ぐらいまで行くね、満杯したの。そんなに違うんだ。違うだね。それ結構すごいね。いやいや、結構すごいのよ。大きい。俺らがまだね、こうしてあのギャラもええし、生活がそんなに大変じゃないから助かってるけど、これもう大変やと思う、みんな大変ですよ。これがもうちょっとなんか もっと上がったら俺らの出番やわな。何や。いや、なんか押してあげるいうの。押し屋ですわよ、要するに。車押し屋。会社作って。200人ぐらいで。会社作って。しんどいぞ。しんどいと思うけど、頑張る。頑張る。押しまる。今日はねちょっと時間あるから、はい、たまにしたね、たまにはちょっとちゃんとやっていこう、これね。はい、わかりました、うん、大阪市のツーツーレロレロさんからです。いきなりだったからびっくりしただけって普通やないか、それ。いきなりだったからびっくりしただけって高橋いつもあの怒られてるよね、頭。はい。じゃあ何もうちょっとあの学習しとくな。そうそう、まあ、さっきのいいよっていうのがあったりとかするやんか。直されて。はい。そういうのが。直れ、直ってない。いつもだけ出てるよ、ここ。一番最初に。普通じゃないか。順番変えた方がいい。順番じゃないんだよ。言い方変えた。順番変えな。順番。いや、順番じゃない。自分を変えな。自分なんかなかったやろ、もともと。やってんのか、お前、順番。
今はやってないです。やってないんですよ。だから、はい、分かってる俺がどうせ怒るの分かるやろ。俺怒られるの分かってんねん。なんとなく。そうやろ、はい、俺で笑ってんの帰るよ。また怒りよったとか。また怒られたって落ち込んでる。落ち込んでるの落ち込んで落ち込んだら治るやろ、お前。落ち込んでないね。落ち込んで、落ちてます。じゃあ落ち込んで落ちてますどこにどこに気持ちが。気持ちがないね。どうしよう。じゃあ、だから、やる気がないからな。あ、やる気はありますけど。じゃあ、やる気あってやるやんか。やる気元気弱気やね。じゃあ、もうそんなんやるやん。だから、それ人のやし、お前。はよ。お前のために怒られてもらって。ごめんなさい。はよ。やる気元気弱気。いきなりだったからびっくりしただけ。違うもう、ちょっと変えたんですけど。そんな変え方ちゃうねん。宝塚っぽくじゃなくて。そうや。あ、今宝塚になってました。なってた。うん、中途半端癒やす、癒やすコーナーやねんから。はい。はい。いや、ね、にがみちゃんは、はい。ですか。うん。道しげ、きます。はい。豊中市のテレビくんどうもさんからです。プロレスごっこじゃなかったの？そんな言い方せえへんやろ。プロレスごっこじゃなかった、プロレスごっこじゃなかったんから。はい。わかるやろ？癒やせませんのコーナーやろ。プロレスごっこじゃなかったのとかそんなおかしいな、うん、プロレスごっこじゃなかったんだっていうそこでもうあの深まっていく愛や。ああ最後の方で。あ、もう最後の方なんですか。そう、何が分かんないです。もうアホかお前は。アホか。次高橋。はい、東京都のさつま揚げの醤油炙りさんからです。ね、どうだった。ああもう話にならん。癒そうと思ったんですけど。え？癒そうと思ったんですけど。どうだったやろ、どうだった、どうだったっていう感じやろ。はい。ああ、もう別に。はい。ねえ、どうだった。ああ、手伝った。言うましたわ。じゃあ、口挟まんでくれ。もう一生懸命人がやってることに。はーい。あ、親方いいじゃない。はい。神戸市の白い猫さんからです。おー、親方頑張って。やっぱり高橋が怒られるの見て頑張ろうと思ったんだ。はい。な親方にやらすんだな。お前は年上やから、はい、親方はこんなやりたくないね、ほんまは。はい、やりたくないのかな。そのなんか、今の流れで入って言っちゃっただけで。どういうことや。やりたい気持ちでいっぱいです。これやるぞお前は。終わりやん。はい、やったやった。さあ、大丈夫ですか。え、どうやった。え、どうしたの。ごめん、こけた。大丈夫。何してもいいやん。椅子が壊れたみたいな。嘘嘘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 最近痩せてきたのにな。まだやっぱ重いんだ。びっくりした。何の音かいな思った今。どろどろどろって今。すごい衝撃的だ。ちなすっごい。座り方もあれあかんねやろ。もう全部体重のしとんねやろ。はいはい。椅子に。こらんの豚やろ。もう本当にまあ。びっくりするわ、もう。びっくりした。大丈夫でした。大丈夫みたい、大丈夫みたい。よかった、よかった。お前らも心底心配してないよ、別に。びっくりしましたよ。今、大丈夫、びっくりした。俺、何の音かな、思って。僕がいなかったから、ほっと振り返ったら、うん、どうなってやった、なんか、貧血でも起こしてね、倒れたかなと思ったら。腹減って。なさげない、もう。あいつの親じゃなかったよかった。かっこいい来てるわ、ああいう。マジで、もう。
たまにああいうのを見ると我が子は立派に育ってるなっていう実感がありますね。なんか本当でも立派ですよね。うん、ね、お前らね、お前ら見てもそうや、うちの娘は立派やわと。なんでしなのに。我が子ながらなんか感心するわ。まあまだまだ娘としてあかんけどね。あかんけどお前らよりかは、うん、まあ小さい子だけ分かったわ。お相手は明石家さんま、村上昌司、モーニング娘。の高橋愛と道重さゆみでした。また来週さようなら。さようなら。